ウィリアムホー和ガの第二代入荷する公、第二代入荷するイコールアンダーイコールライン公爵、ヘンリー・ファインズ・ペラム・クリントンは、イギリスの貴族。第七代リンカーン伯爵ヘンリー・クリントンの、次男として生まれる。母はその妻ルーシー。父は1728年に死去し、兄・ジョージが幼くして、第八代リンカーン伯爵位を継承したが、 この兄は1730年4月30日に溶接した。そのため彼が幼くして第9代リンカーン伯爵位を継承することになった。イートン校を経てケンブリッジ大学クレアホールへ進学した。1742年から1757年にかけてケンブリッジ社知事を務める。1743年から1760年に かけては、常時2世の進出自重長を務める。1744年には、王室宝石管理長官、1746年から1754年に、かけては王室会計長官を務める。1751年から1794年まで、国庫監査長官、1768年から1794年まで、ノッティンガムシャは知事を務めた。 母方のおじである初代、ニューカッス,スルイコールアポニイコールタイン公爵、トマス・ペラムイコールホールズには、男子がなく、もう一人のおじヘンリー・ペラムも女子が二人あるだけだった。そのためペラム家の所領と財産は、ヘンリーの娘キャサリンと結婚すること、ペラム姓を加えることを条件として、リンカーン博が相続することになった。リンカーン博爵家は土地をほとんど所有していない。 状態に陥っていたので、これは彼にとって典型だったという。1756年11月17日には、特別継承権で、リンカーン博に継承可能な、入滑するイコールアンダーイコールライン公爵位が、トマス・ペラムイコールホールズに与えられている。1768年11月17日に、オジ入滑する公が死去し、ペラム家の所領と入滑するイコールアンダーイコールライン。 公爵が彼に継承された。同年12月1日に直居を得て、ペラム勢を加えて、ペラムクリントンに改正した。1794年2月22日に73歳で死去した。1744年に首相を務めた、オジヘンリー・ペラムの娘キャサリンと結婚し、彼女との間に4人の男子を設けた。しかしそのうち3人は若くして死に、 彼が死去した際に生き残っていたのは四男のトマス・ペーラム・クリントンだけだった。爵位も彼が継承した。ありがとうございます。